あなた運がいいんだって。痩せたいけど食べたい元プロボクサー小沢浩二さんが編み出したおにぎりダイエット、21日間続ける楽に痩せるって本当ですか？嘘をつくように見えないですが、宣伝お願いします。努力が必要だと思います。まあもうこれ系はですね、一切この本わかんないですけども、うん、結局ですね、そのおにぎりだけ食べててもですね、痩せるわけがないので、なんかまあ他に運動しろとかですね、なんかそういうことも書いてると思うんですよね。ありますね。なんかその多分ですね、まあこの本読んでないので、詳しく読んでみないと分かんないですけども、まあ、そんなね、おにぎり食ってて、痩せられるわけはないので、まあ、これはおそらくですね、まあ、出版社のね、はい、なんかまあ、売り口、だと思いますけどね、そのおにぎり食って痩せるだけだったら、もうみんな痩せてるんで、もう炭水化物は、一番で、ね、取ったらダメなので、もうこれができるんだったらね、誰も苦労しないね。これですね、元プロボクサー見ました。ヤフーニュースになってますね。まあ、新米の文字も結局読んだ、食欲、これですね。食べたいでもないって相反する欲求を料理することが可能なのか。あ、この方ですね。おむすびこそ世界のダイエット食だ。を提唱し、楽痩せおにぎり。いや、ほんまかよって話ですね。元プロボクサー、現役時代の減量つ、加え、ダイエットプログラム開発、おにぎりダイエットする方法、成功の5箇条。ああ、どうなんですかね。ツイッター、フォローしてね。おにぎりを女性なら1日6個、男性なら7回、7個、それ4回以上に分けて食べます。食べる間隔3、4時間が基本で、寝る前に食べても構いません。いやー、僕これ無理やと思いますけどね。21時間。まあ21時間は3週間ですね。それが胃が小さくなるというか。ゴール決まったよ、終了よ。おにぎりができるというものを見ないよ。食べている量が意外と多いよ、印象。おにぎりを6何個食べても大丈夫ですか？なんか体質だったら、もう一つのカロリー制限だ。糖質制限ないとか、お米粉を太いイメージ。おにぎりダイエットは、女性が6個で1500カロリー。男性は7個で1800カロリー。いやー、僕、まあ、そのね、消費カロリー。はい、より摂取カロリーが、低かったら痩せるの分かるんですけども、無理だと思う。無理だと思いますけどね。僕はまあやってないですけども、これはちょっとやっぱ糖質制限はその基本中の基本ですし、まあねえ、ボディービルダーの誰もがですね、基本的にまず、糖質を抜いたりとかですね、するもんですから、まあ、油もんは、その代わり油物を食べるなとか、まあ、そういう話だと思うんですけどね。取りすぎダイエットは、いや詐欺師の報告は気づこうかいまで。ルールはあるけどシンプルに、コンビニおにぎりの飯、具は極端何でも OK。全体の具のカロリーは誤差の範囲です。梅干しを選んで無理にカロリーを減らせ、ツナマヨで満足感を得た方がその分ちょっと動こうと考えられますよね。結局動かなあかんのかいって話になるんで、体重に一喜一憂信じてやり通す、感情に流されるように、理論を理解する、始めるタイミングを夫婦する、体重以外の変化に見送る、いや、こんなもんは僕はまあ、全くありえないと思いますけどね。まあ、この人は、まあ、そう言ってますけども、いや、まず、無理だと思いますけどね。まあ、気になるんだって、質問何でしたっけ？嘘をつく、まあ、その人の体質にもよるんですけども、別にわざわざおにぎり食わんくてもいいと思いますけどね。まあ嘘はついてないかもしれませんけども。まあ僕はやらないですね。そのもう結構ですね、この何ですか、ねえ、何さん、小沢さん。この小沢さん、以外の人ですね。もっといろんな人。小沢さんすごい。例えば、ねえ、
他の山岸さんとかですね、山本義則先生とかですね、まあ、すごい、もっともっとすごい人の、話をですね、聞いてて、そんなこと言うことないのでね、そうですね、なんかパンやお菓子よりマシっていうかね、まあ、僕はまあ、確かに、人間って体質があるんで、そのね、例えばギャル曽根とか、なんかロシアン佐藤とかですね、あんな風にね、むちゃくちゃ食べてても細い人いますけども、これってそう万人にこのおにぎりダイエットがですね、なんか通用するかといったらですね、大きな間違いで、悩み相談はマカロンまで。からおそらくですね、まあ、痩せた人は一人いたって言うんだったらですね、別にですね、まあ、それはおったんちゃうのって言いますよ。そう。だから、まあ、これはまあ、なんかまあ、それこそ勝手統計というかですね、まあ、この人はそれが向いてたとか、一人二人はね、この方法で、痩せた人が、いるかもしれませんけども、まあ、僕は基本やらないですね。あれ、まあ、体質によるんで、人間みんなね、一人一人、体が違いますから。あと、まあ、それこそですね、基礎代謝も全く違うので、筋肉むちゃくちゃついてる人ですね、筋肉全くついてない人でも、は、全然代謝が違いますから、はい。それなのにですね、女性が1個、1日6個、男性が7個とかですね。まあ、そこら辺もちょっと怪しいですね。まあ、男性女性も、その基礎代謝もそうですけど、体重も違いますからね。はい。だからまあ、ここら辺は僕はあんまり、鵜呑みにしてはいけないと思いますね。まあ、一つのね、まあ、方法であるのもいいかもしれませんけども。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。そもそもこれをやる、ボディービルダーとかですね、はいないと思いますね。で、僕もやらないですね。もうこんなもん、僕はね、特に人それぞれですけども、糖質取ると劇的に太るんで、はい。僕がもし、増量するんだったらこうします。なんか1キロ太ったら1億円やるとかね。10日で、太った、体重に、月お金あげると。1キロにつき1億円あげますって言ったらですね、ひたすらもうチョコとおにぎり食います。僕は、絶対にこれをしないですね。はい。100% これをしないです。まあ、やってみたい人やってみたらいいと思いますけど、まあ、おすすめはしないですね。はい。ということで、まあ、ただ、これでやって、別に痩せた人がおったって言っても、あ、そうなんと思うだけですね。いろんな人いますからね。むちゃくちゃ食べて痩せる人がいるので、体質でね。はい。僕はとってもじゃないけど、これは怖くてできないですね。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など、何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと、占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。